めっちゃ飛んでる。めちゃくちゃ打ちやすいです。はい、皆さんこんにちは、関光太郎です。今回ですね、ゼビオグループさんにお声掛けをいただきまして、新しいテーラーメイドのステルス2ドライバー持ってきました。はい、もうねすごく話題のドライバーです。はい、でこれ今回はレディースです、はい、なので、特別にゲストをお呼びしました。はい、はい、皆さんこんにちは、 YouTube 瀬戸はるゴルフをやっております瀬戸はるかです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま す。これステルス、はい、もう名前はもうねゴルフやってたらもう皆さん聞いたことあると思いますけども、ね、はい、打ったことありますか？いや本当に 1、2回友人に借りたり、うん、はい、ちょっとお店でしだしたりっていうのがあったぐらいかなっていう感じです、うんうんうん、はい、まあ、やっぱりこう各メーカーですね、こうアスリートモデルとアベレージモデルっていう感じでね、はいはい、こう上級者向けと初心者向けとみたいな感じで用意してると思います、はい、でテーラーメイドの、社内でいうとグローレ、これがね、はい、アベレージモデルになります。アベレージモデル。でステルス、これはもうアスリートモデルになりますので、前作はね飛ぶ人飛ぶんですけども、はい、なかなか使い切れなかったなっていう方が、うん、男性もね女性も結構多かったんですよ、はい、でその印象でした、はい、私もしだして上手に打てなくて、うん、そっと戻したっていう思い出があります、はい、ね、はい、なかなか打ち切れないなっていう感じだったんですが、はい、まあ、テーラーメイドさん、うん、その辺の声をしっかり反映させていただきまして、はい、この2ずいぶん優しくなったっていう風にね聞いております。飛距離はもう本当に飛びますから。本当ですか？本当です、はい、なので、はい、これ実際に打ってみていただけますか？はい、はい、ありがとうございます、はい、その前にですね、はい、前作を打って比較しましょうか、はい、そうです ね、はい、使いこなせなかった思い出が、あ、これねちょっと、はい、いやはやや先端部分で当たりました、はい、やっぱシビアなクラブではありますよね、はい、こんな感じで使いこなせなくて、うん、難しいんだなと思った印象がありました。まあでもやっぱ飛んではいますね。そうですね、うん、やっぱり芯がですね、はい、もうちょっと広いといいかなっていうのと、うん、もう少し捕まるといいかなっていうドライバーなんですよ、はい、そうですね、そうだからやっぱりこうちょっと右回転ね、はい、これも左回転にかかってくれるとさらに飛距離は出てたんですけども、やっぱりねこういう、うんうん、もうしっかり振れる人が飛ぶぞっていうドライバーだったんです。それでは、はい、お待ちかね、はい、新しいステルス2ドライバー、はいはい、これを打ってみていただけますか？はい、ありがとうございます、はい、なんかシルバーが結構貴重になったんですかね。あ、そうですね、ただやっぱりカーボンの面積はもうすごく多くて、はい、前作よりもよりカーボンのところが増えてるので、増えてる、もうテクノロジーてんこ盛りです。てんこ盛り、はい、それを享受したいですね。見た目の印象どうですか？構えた時シルバーになってヘッドが大きく見えます。あ、膨張色で、膨張色なのか、うんうん、その効果か分かんないですけど、はい、なのでこうちゃんとなんていうんですかね、優しく当たりそうな印象には感じます、ね、うん、安心感がやっぱ構えた時ありますかね、はい、あります、うん、これは前作との比較が一番気になるクラブです。飛ぶのは分かってますか？はい、はい、どうですか？結構いい当たりしたんじゃないですか？いい当たりしたかもしれないです。分厚かった気がします。はい、お、伸びてる、おー伸びてる、おー200超え、超えましたね、すごい。しかも結構まっすぐじゃないですか？まっすぐですね、うんうんうん、前作はちょっとこう方向がね、はい、右に左に両方すごく出るなっていう印象だったんで、一発当たれば飛ぶっていうのはね確かにそうだったんですけど、賭けですよね、コースでやるには、ね、これはもう本当にガチで1球目ですもんね、はい、渡されて本気の1球目です。なんか今のは普通に振ってど真ん中の面で捉えて、うん、強く押し出されたっていう感じがするので、打感の感じもなんか分厚さが増してるような気がします。優しくなったっていう印象はかなりありますかね、うん、そうですね、うんうんうん、前回がすごいシビアだったのが、はい、すごくこうフェース面全体でちゃんと当たってくれる感じがしたので、あ、もうこれでしたら、はい、じゃあもう
瀬戸春さん以外の女性ゴルファー安心して使えますかね、うん、そんな気がします、うん、優しい、いいですね、優しさがすごいすごい上がってる気がします。やっぱり優しさは大事ですよね。大事です。優しくしてほしいです。優しくしてほしいですね。できることドライバーもね、はいはい、もうちょっと打ってみましょうか、はい、この赤の色味も落ち着いてるので、うん、はい、気にならないですね。すごくあのフェースの後ろ側のこの輪郭も赤で囲まれてるので、はい、非常に、ね、見た目もいいし、はい、構えやすいですよね。ですね。スタイリッシュで、まずまずですか、はい、これ先っぽでちょっと芯には当たらなかったんですが、うん、はい、それでもこうどうでしょう、うん、十分ですか。十分ですね。今本当にこの辺で当たりました。おいつもは芯に当たってご自身のマイドライバーだとどのぐらいの飛距離ですか。はい、芯に当たれば200から210ちょっとは飛ぶかなっていう気がするんですけど、外すとやっぱり170から80くらいまで。あ、なるほど、はい、結構縦のブレっていうのはすごいあるんで、はい、やっぱ芯に外した時の飛距離っていうのも大事ですもんね、うん、大事ですね、うん、それでやっぱり攻め方がプランが崩れちゃうというか。そうですよね、はい、これもやっぱり優しさの、うん、なせる技なのかなっていう感じがしますね、はい、うん、ちょっと打っていいですか、うん、はい、これは芯食いました。はい、芯で当たった気がします、うん、で緩やかなドローボールな気がしますね、うん、あー伸びてます。おー出ました、出ました。208ヤード、はい、これは飛んでますね。飛んでますね、うん、やっぱり前作何回打ってもこうドローボールってなかなか出なかったですね。出なかったです、はい、うん、もう優しく捕まるように進化したっていう感じがしますね、うん、はい、右に行っちゃいそうな怖さがなくなりましたね、うん、あ、はい、いいことですね。飛距離はねもう折り紙付きですから、はい、こう皆さんのもう本当にごく一部の限られたゴルファーしかこう味わえなかったステルスのもう激飛びっていうのを、はい、こうみんな味わえるようになったっていう感じしますよね、うん、あとやっぱりステルス持ってるとすごくこうトレンドじゃないですか、うん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 、だからその持ちたいっていうゴルファーの方すごいたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、実際使いこなせなかったっていう思いされた方が多分これだったら皆さん絶対優しく守ってくれると思うんです。優しく守ってくれるでしかもステルス持ってるってい こう気分も上がるところも、はい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 、満たしてもらえるかなと。かっこいいですよね。かっこいい、うん、赤とシルバーの感じが、ね、やっぱアメリカデザインが上手ですよね。うん、うん、今飛んだかもしれない、うん、いけいけ、あーめっちゃ飛んでる、すごい、今日一来ました、あとちょっと219、220ヤード、すごいです。いやこれ人生最大不倒なんじゃないですか。ですね、なかなか出ないですよね220は、ね、はい、やっぱりステルス飛ぶんだ、うん、しかもその自分の打ち慣れたクラブでもう何球も打って出るなら分かりますけど、初めて今日握ったクラブで本当に 4,5 回しか振ってなくてこの数字出るっていうのは驚異的ですね、うん、2番手ぐらいね、あのアイアンの持つ番手変わっちゃいますもんね。そうですね、もうあとウェッジでいけますよね、レディースティーだったら。本当ですよね、はい、やっぱ攻め方も全然変わってきますね、うん、球が強いですね。そう、当たった時の。そうなんですよ。感触はどうですか。なんかヘッド全体ですごくこうドンってくる感じがするので、うん、なんていうんですかね、前は乾いてこうカサッというっていう印象があったんですよ。ちょっと乾いた感じがあったんで、はい、あまりこうなんていうんですか、衝突が起きてる感覚が私はあんまりなかったんですけど、うん、はい、今回は正面衝突した時の衝撃がすごく強くなってるような印象なので、それがこの飛距離につながってるんじゃないかなっていうふうに思います。打っててやっぱり気持ちいいですかね。気持ちいいです。うん、いいですね。はい、はい、ドライバー飛びましたね。飛びましたね。すごいですね。衝撃的でした、はい、もうドライバーあれだけ飛ぶとセットで揃えたくなっちゃいますね、はい、ありますね。あります。お、はい、フェアウェイウッド、ユーティリティは、はい、テラメドさんレスキューって呼びます。へ、レスキュー、はい、そうですね。
これでアイアン、アイアンちゃんとシリーズがあります。ドライバーだけ優しくなったとかではないですよねと思います。行ってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい、では5番ウッド、苦手なウッドですが、お当たったんじゃないですか。あの苦手なフェアウェイウッドの1球目で当たるっていう奇跡が起きました、ね、さっきちょっとお伺いしたんですけど、はい、自分のマイクラブはあのセッティングでフェアウェイウッドも入れていない。7番ウッドと一応4番ウッドも持ってるんですけど、うん、もう苦手すぎて抜きました、うん、ああキャディバックから、まあ、戦略としてはありですよね、はい、ただやっぱりね打てたらもっと飛距離、ねそうですね、出ますもんね。なので5番ウッドが普通に当たって165ヤード以上飛んでるので、うん、いや打ちやすかったです。今打ちやすかったですか。はい打ちやすかったです。ボールも上がってますし、はい、ドライバーと同じくやっぱドローボールで安定してますよね、うんはい、いやすごいいい感じですね。これも分厚く当たりましたね。手の方が飛びましたね、はい、打ちやすいですか。これはめちゃくちゃ打ちやすいです。あフェアウェイウッドの苦手意識が取れそうなぐらいですし、はい、今めちゃくちゃ飛んでません。いいですね、これこれは欲しい欲しいです。なんかヘッドの重さがすごくちょうどよくて、はい、軽すぎるとやっぱりこう手打ちになっちゃいますし、うん、重すぎると振り切れあの扱えないしっていうところで、はい、遠心力感じれて重すぎない絶妙な重量感っていう気が、うん、素晴らしいです。びっくりしました、ねはい、もうこれフェアウェイウッド入れた方がいいですね。欲しいです、ね。ユーティリティもあります、はいはい、これも打ってみましょうか。レスキューっていう名前っていうことは、そうですレスキューです。お助けクラブっていう、そういうことです。アイアンだとね、なかなか距離も足りないし、うんうん、フェアウェイウッドはちょっとこう苦手だなっていう時に、はい、とても助けてくれるという意味でレスキューですね。ユーティリティはもう本当に優しさの塊ですよね。そうです、はい、これは何番ユーティリティですか。5か5番ユーティリティ、うん、何度ですか。27って書いてあります。27度。やや薄めのあたりですが、うん、5番ユーティリティだともうちょっといってほしいですね、うん、最近ねこう7番アイアンからのアイアンセット女性増えてますからね。その上をね、うん、5番アイアンっていうのはなかなか女性難しいと思うので、はい、このユーティリティ大活躍かなと思いますけどね。7番アイアンだといつも何ヤードぐらいですか。135ヤードくらい、はい、そっか、うん、と一晩手増えて6番アイアンで145ヤードぐらい、はいはい、まあ、ミスしてこの飛距離だと、まあ、最低限クリアしたのかなっていう感じしますかね、はい、ナイスショットも行ってみましょうか、はい、厚く当たりましたね、はい、今当たりましたね、うん、いいドローボールです。はいドローボール、あ伸びてる伸びてる、ね、ボールも綺麗に高く上がって、おー161ヤード飛びますね。飛びますね。普段使ってる5番ユーティリティより飛びます。あーねーステルス飛ぶんでですね。なんかフェアウェイウッドだけとかドライバーだけとか、うん、あの繋がらなくなっちゃうんで、うん、やっぱ全部変えないとダメですね、ステルスに。もう行くなら全部行った方がいいですね。もう行った方がいいですね、はい、これは、うん、アイアンもね、はい、ちょっとこれお面白い形というか確かに、うん、なんかすごい分厚いですねこれ、はい、これも優しいと思いますよ。おステルスさんってやっぱりドライバーのこう印象が強いので、はい、アイアンがこんななんかちゃんと知りませんでした。アイアンが出てるのもあるんです。アイアンが出てるの知りませんでした。あるんですよ。はい、構えて見た目のこう違和感というか特徴とかありますか？なんかあんまりないですね。自然な感じですか？はい、こうやっても打った時はちょっと特殊な形だなって思ったんですけど、うんうんうん、実際に構えると、はい、
そんなに自然ですかね、はい、うん、構えやすいっていうのは大事ですもんね、はい、やっぱりこうクラブって機能をこう、うんうん、どんどんつけていって優しくしようとすればするほど、はい、あの構えにくいというか、うん、鈍感な顔になるんですよね、うん、なんですけども、まあ、ソールがねすごくこう広いですし、はい、かなり分厚いですね、あとフェースの高さがすごく低いんですよ、地面からの。 あとここがこう結構歯が丸いというか、そうですね、うん、そこはもういろんなラインに対して対応できる、なるほどなるほど、一番の特徴はやっぱりこれがねすごく低いんですよ、低いんですね、うん、低重心なので、はい、たくさん上がる構造になってるっていうことですね、なるほど、うん、ね、でも構えたらそんなにこう、はい、特殊なクラブっていう感じはしないですね、しないですね、うん、ネックがやだや気になるぐらいですね、はい、ちょっとグースがありますかね、はい、これもまあスライスの方は逆に安心感につながりますよね、うん、なるほど、うん、これはいい当たりでしたね、はい、分厚かったです今、うん、あ、いいドローボール、いいドローボールです ね、ストレートからも本当に軽く軌道が気持ちいい、はい、おお、135しっかり飛びました ね、うん、なんかアイアンはやっぱり飛距離も大事ですけど、うん、やっぱり当たりやすさ、曲がらなさ、ね、コントロール感ですよね、うんうん、あと結構私アイアンのトップのミスが多くて、はい、それでグリーン周りでこう突き抜けて OB しちゃうことがすごい多いんで、うん、さっきおっしゃってた低重心っていうのもあって球がしっかりこう上に上がりそうだなっていうのが、おっしゃる通りですね、はい、うん、グリーン上でちゃんとこう止まってくれそうな気がしますよね、うん、前回僕もこれメンズで打たせていただいて試打したんですけども、これだけ低重心のアイアンだと初中級者の方がちょっとこうトップ目にね下っ面に当たってもボールが上がってくれるっていうの特徴がすごくあるのはあるんですけども、上級者の方がダウンブローに打ってフェース面の結構厚いところにね上の方に当たってるとやっぱ低重心のアイアンって打感がちょっと悪かったり変な飛び方になっちゃったり、はい、そこでクラブ買い替えなくちゃいけなくなっちゃうんですけど、うんうん、これもね全然こういい打感、先ほど打った時当たり厚かったじゃないですか、厚かったです、ね、なんで瀬戸春さんみたいにこう上級者が使ってもしっかり飛ぶし、はい、もっともっとねこうスイープにこうなかなかダウンブローに打てる人って少ないので、うん、はい、スイープに打ったりとかちょっとアッパーブローになっちゃったりとかね、うん、する方でこう下目に当たってもボールは上がってくる、うんうん、あの練習してって上手くなっても、はい、買い替えなくていいんですよ、それすごい大事ですよね、そうずっと使えるので、うん、費用対効果っていうんですかね、確かに非常にパフォーマンス高いかなって思いますね、はい、長い目で考えたらそっちの方が安いかもしれないってことですよね、そうです、ね、スコアも良くなるしね、うん、気持ちいいし、気持ちがいい、かっこいいし、はい、うん、やっぱりこのステルスの赤で、うん、こうなんて言うんですかね、やる気が出てくるというか、はいはい、やっぱ赤ってこうエネルギーとか元気が出る色じゃないですか、あ、そうですよね、なんかこう頑張るぞっていう気持ちで見てますよね、うんうんうん、でも可愛すぎないのもねいいですよね、そうですね、かっこいい感じ、かっこいいと思います、うんうんうん、これキャディバッグ色揃ってたらめちゃくちゃかっこいいですよね、あ、いいですね、はい、ちょっとコンプリートしたくなりますね、はい、でなんかこうキャディバッグにもちょっと赤が入ってるようなものを選んでほしいです、あ、なるほどね、はい、あ、今一番いいです、ね、うん、はい、多分さっきの飛距離は超えたんじゃないかな、いいですね、超えましたね、はい、はいはいはい、やっぱり当然普段、使ってらっしゃるアイアンは、はい、その飛距離系のアイアンですよね、うん、そうですね、飛び系ですね、飛び系の、はい、でそれよりもさらに飛ぶ、飛んでます、はい、優しい、優しいです、これはいいです、うん、でインパクトの瞬間のこうヘッドがヒュッて走ってバーンって当たる、うんうん、ここの本当に一瞬のここのゾーンが、はい、すごくなんか鮮明にこう手に伝わってくるというか、うん、なのであのお助けクラブぼんやりした打感のも多いと思うんですけど、そうですね、これはもう全然シャープに、うん、なんかインパクトの時の衝撃が伝わってくるような感じがあったので、うんうんうん、
気持ちがいいですよかったです。気持ちがいい。シリーズ通して本当に打ちやすいし、ね、優しく上がって飛ぶし、はい、もうステルスっていうそのブランドイメージも本当にこう変わったんじゃないですか、はい、変わりました。もう本当にステルスさんはちょっと私にはもう難しくて、うん、もっと練習しないと使えないのかなと思ってたんですけど、うん、アイアンからドライバーまで全部が本当に優しかったです。ねえ、うん、これだったら本当にみんなストレス、ね、使えますよね。使えますね、うん、はい、皆様テーラーメイドのステルス2シリーズお近くのゼビオグループ各店でぜひ試してみてください。すごく良かったです。